伝説の料理人になる。伝説の料理人と言われる人たちは、その人独自の特別な魅力や才能、そして料理に対する情熱が人々を引きつけ、記憶に残るような存在として語り継がれる料理人のことを指します。もしも伝説の料理人になりたいと考えたとき、どうすればいいでしょうか。伝説の料理人になるための明確な基準はありませんが、一般的に以下の要素が挙げられます。まず、卓越した技術を持っていることです。他の追随を許さない高度な調理技術を持ち、常に新しい料理を生み出す創造性があること。また、独自のスタイルであることも要求されます。他の料理人とは一線を画す個性的な料理スタイルを確立していること。食材の組み合わせや味付けに対する鋭い感覚を持ち、人々の心をつかむような味を作り出せることなど、もちろん情熱と探求心が必要です。料理に対する豊富なき探求心と情熱を持ち、常に新しいことに挑戦し続けることが大事です。そして、人々を感動させる力があることです。料理を通して人々に感動を与え、特別な体験を提供できることです。最後に、歴史に残るような功績があれば、伝説の料理人になれる可能性はあります。料理界に大きな影響を与え、新しい食文化を築き上げるような功績を残すことが、誰もが認める伝説の料理人になれるかもしれません。伝説の料理人の例を見てみましょう。1人目は三國清三です。フランス料理界の巨匠として知られ、世界の三國と呼ばれるカリスマ的な存在です。2人目はジョエル・ロブションです。フランス料理界のレジェンドであり、数々のミシュランの星を獲得した名シェフです。3人目はアラン・シャペルです。フランス料理の伝統を守りながら、現代的な要素を取り入れた独創的な料理で知られています。次はポール・ボキューズです。フランス料理のニューウェーブを牽引し、現代のフランス料理の礎を築いた人物です。伝説の料理人になるための道のりは長くかかります。伝説の料理人になるためには、並外れた努力と情熱が必要です。それには、まず基礎をしっかりと学ぶことです。料理の基本技術を習得し、さまざまな食材の知識を深めることが大切です。そして、経験を積むことです。さまざまな場所で働き、多くの料理に触れることで自分のスタイルを確立することができます。加えて、常に学び続けることです。新しい食材や調理法、食文化に触れ、常に進化し続けることです。自分らしさを表現することも重要です。他の料理人とは違う自分だけのオリジナルな料理を作り出すことが大事です。人とのつながりを大切にすることも忘れてはいけません。食材の生産者や他の料理人との交流を通して視野を広げます。以上をまとめてみると、伝説の料理人になることは容易ではありませんが、料理に対する情熱と努力を惜しまなければ、誰もがその可能性を秘めています。